こんにちは、ブルーホースです。ということで、こんにちは。あの100年目に破産を破産を目指したため破産をする社長ブルーホースやっていきたいと思います。で、ちょっとこれ始める前に、ごめん皆さん、あの前回パートの最後、僕ね、あの思いっきり見逃してて、何が起こってたかっていうと、楊貴妃の野郎がよ、楊貴妃の野郎が、あの坊主丸儲けカード使って俺のあの現金全部奪ってたの。それを見て、なんで俺の貯金がゼロになってるのかっていうか全然分かんなかったんだけど、謎解けたわ。こいつ犯人だった、こいつが犯人だった、マジで。で、あのコンピューターの動きっていうのがものすごく速すぎて、なんだろう、こいつ俺の金使って散財してやがる、マジで腹立つ。本当に全部パクったろこいつ。でお前うんこまみれやな、ほんまに。かわいそうだわ、このまみれうんこめ。ということで、なんかお金をなんかこう、なんだろう、ゴリゴリに使う前に、ちょっと先に坊主丸儲けで返してもらいましょう。はい、金返せ。うん、いいよ、11億もらっちゃいます。はい。で、23億？なんでそんなに持ってんの俺。まあいやいや、そんなのどうでもいいんだけど、そう、あのね、自分がさ、ものすごいゴリゴリに喋りまくってるから、こうあのカードとかそういう、え？こいつほんと腹立つ。なんで俺がお前の借金の肩代わりなんかしなきゃいけないの。しかも連帯保証人のカードなんかそんなしょぼい額で使わんと、自分でさ物件1個売りゃいいじゃん、大した額じゃないんだからさ。ほんとバカなの、何して。腹立つわこいつ。絶不調絶対いつかどっかでつけたろね。え、期待カード、とにかく期待向かってぶっ飛びます。特急周遊だな。16マスか。OKOKOK。 ちょっと待って、いけるかな。あ、すごいな。あ、全部これ買いに、ちょっと待って、全体マップで楊貴妃もまだ31あるもんね。よし、じゃあよし、全部買いに行きましょう。あ、ちゃごめん、ここ行きます。たた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 、あ、そっちからぐるっと回るのね、ありがとう。生口島、よし、じゃあまとめて買いましょう。おー、すごい、平和を願う美術館。大塚美術館と、またこれ絶対別だもんね。レモン園。おー、よし。ねえ、いや、もともとは俺の金だからな。しかもこれ連帯保証人にもなってやったんだからさ、トピックス、ほんとに行こう。しかもさ、おい、宮田免治ってもともと雷神社長が持ってたところだからな、おめえのじゃないからな。ほんとに、で、またそろそろ進化するでしょ。かわいそうだよ、ほんと、雷神社長、マジで。どうにかしてあげようよ。サイコロくるくる、ミコロコロ。で、1しか進めないし。もう涙ぐましい8500万稼いだところでよ。ねえ。で、また遠いところ行かされるんでしょ ?1、2、3、4、5。うわ、しかもなんか鎌倉でもそんな端っこまでも連れてかれてて。かわいそう。14か。今ここで使うべきか。まだまだ余裕があるから。よし、まだ余裕あるし。じわじわ進んでいきましょう。1、2、3、4、5。あ、ナイスですね。ナイスですね。あ、いいですね。星飛びどんどんゴロゴロ回っていきましょうよ。もうどんなところにゴールがあったとしても、占領所のうんちが消えましたじゃない、全部のうんちが消えたってことでいいのかな。うん、すっかりあの多分ハエちゃんとかそういうのかね、ゴリゴリやって、うわーこいつどんどんいいカード手に入れやがるな。ってことは急にこっちの方にブリッと進んでくる可能性があるってことだよね。船乗ってこないのかな。え、陸路行くつもり、55マスもあるのに。お、まさか伝説のキングボンビーになるとしてるのか。3、2、1。さあ6年目だし別のボンビーにもなろうかなと思うんだけど、どうなの。うわー、もうかわいそうでしかないよ、ほんと。またザキヤマじゃん。ねえ、マイチーンだ、なんか2 was born みたいなさ、なんかさ、俺の顎は2つに割れて、あの2人になるだ、2メーンか、2メーンとかなりそうな感じがあるんだ。あ、ちょっと待って、ここで赤マスを踏むのはなんかちょっと屈辱だな。1、2、3、4。もう一回。あー、じゃあ特急使うか。あ、しかもどうしちゃ、特急周囲もナイスですね。あ、え、知らずね、知ってる。おーい、お前全部パクってくのかよ、マジかよ。全額丸坊主とか、うわー、マジか。で、こいつは現金どんどん増やしてってるし、8月で陽気な太陽がさんさんとテカって、ひまわりがキラ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 光らなきゃいけない季節によ、
お前の出現のせいでもう本当にもう歪んでんですよね。そう、ありえねえよ。金などいらぬ、あの久々に出てきたな、金などいらぬのだって。3億7000万、はい、1億稼いで残念でしたね。じゃあもう特急周囲も手に入ったしさ、じゃあ特急周囲で回っていきましょう。特急でくる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 回りましょう。8だしな、5、1、2、3、4、5、6、40万程度だったらいくらでもやろうじゃ、ブロス、え、あ、そうだ、今やっちゃったんだ俺、バカした。ちょっと待ってね。あ、じゃあいらない。 50% だからな、はいどうぞ。ウルリンウルリン、やっちまったわ、全然見てなかった、本当にバカしたわ。そう、ムカつく。次3出したいところですね。はい、でじわ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 近づくで、カード取って、おっと、うわーこいつー、自分だけ手から横取りしようとしてやがる。マジで陽気比だなお前。それで魅惑の女性だっつってさ、世界三大美女だからって調子乗ってんだろ。ほんと横からパクるって、もう人種だよね、出てるような。そんな差別的な発言をしたら今の世の中燃え上がるからさ、今のボーみたいな、グイ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 、じゃあお前に2億の借金を背負わせてやるっつって燃えまくるから、今の発言はやばいんだけど、そんなこと言ってられないくらい今ちょっと陽気比がマジで調子に乗ってる。まあでもそのくらいね、あのライバルと競ってくれるやつが一人くらいいないとさ、こっちも張り合いがねっていう感じだけど、後ろにいたあのメガネの女の子マジでそう思って、当初はやみたい、うわ絶対あの子メガネ外して前髪下ろしたら美人でイチゴパンツ履いているよ。ということで、2億9200万、完全満足くらい、なんかじわ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 、何今の叫ぶ声、誰か叫んだ今、誰だ、ウェーイってめっちゃ陽気比の叫びが聞こえてきたんだけど、お気楽でいいな。くそ、お前に2億なんか稼いだところで全く、はい、ビンゴバイ、ライジンか、かわいそうな、ブレイキングダウン出してあげたいよ。そしたら一躍有名になれるもんね、頑張れ。ということで次どうかな、土浦大と茨城県でございます。土浦に地帯があるところですね。なんかあの最近あの、ウィンターカップというか、その、あのバスケ系でも結構頑張ってる。うわ、これ全部取りたいところだけど無理なんだよな。こうかな。6億7千万。あー、無理だね。よし。じゃあもう一気にゴリッと買っていきましょう。ブルホス社長、あと3億か。まあどうせ飛べばいいだけの話なんで、僕はね、あの飛んでいけば、あでこいつが一番遠いでしょどうせ。はい、じゃああのゴリゴリ近づいてってください、頑張る。うわー、なんだ、売る最下位から、あそっか、こいつ最下位になる可能性がない。うんち突入カード、え、どういうこと、うんちになるのこいつ。まあうんちみたいなもんじゃん、どうせこいつそもそもがうんちじゃん、存在が。マジで横浜買うこともできない。あ、これもしかしてだけど、またあいつ、あれ、赤犬と青キジのところに連れてかれるのですよ。あ、違う、あ、びっくりした、ね、まだ連れてかれるのと、おっそう、宇野くん、ほんでやっと追いついたの、これだけのやり取りがあったのに。63マスか、おやりがいがあるじゃねえか。うち、じゃあ星飛びをしてやろうじゃねえか。さあ行くぜ、くる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 、どこまで飛び、どこも遠、え、どうしよう。まあでも、いや、シベツ行きましょう。とりあえず近づくだけ近づこう。どこ？シベツどこ？北海道？北海道はでっかいドゥ？ガリガリの北海道ちゃん。うわ、めちゃめちゃ北海道やん。どうしようかな。これでも、うわ、なんか本当にすごいカードがあるんだな。あ、絶好調、あいつにつけちゃおうか。わ、全然、今、あ、ぶっ飛び周遊とかもいいよね。まあいいや、でぶっ飛び周遊ってさ、星と違ってさ、どこにたどり着くかっていうのがマジで分からない状態でくる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 回されるからちょっときついよね。で、この時に限ってでっかい道で北海道出し上がるんだな、こいつ。いや、先にこいつを絶不調にすることの方が優先かかもしれないな。よし、じゃあ先に絶不調にしてあげましょう。20マスだろ、最短でも10ターンかかるっていう設定になるから、それはそれで面白いかもしれない。よし、じゃあ、で、こいつ、あ、でもこいつ近いな。あ、しかも引き換え券でしょ。あ、いいじゃん。でもな、残念ながらさ、こう目的地にたどり着いたとしても、借金がゼロになるわけではないんだよね。うん、借金ゼロになるどころか、そこからプラスっていうのがあるから、借金は借金のままに、早く特製霊カードを手に入れたらいいんだけどな、マイナス13億だぜ。もうなんか、手持ちでもそこまでのカードを手に入れたことがない。ちなみに、もう一回星飛び3つもあるんだ。星飛び、行くと、今度どこに行きますか？あ、青、いいね。一気に24マスも進める。ドゥ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 、さあ、どこまで行くかな？いや、15マスのところまで行くんだけど、でもちょっと待って、ボンビラスの世界まで連れていかれるっていうことはなさそうですね。もう一回買いましょう。あ、これ売ってるところがあれなんだね。あ、じゃあ場所によってあのカードが違う。星飛びってやっぱ2億ってすごいよね。刀狩りカードもなかなかいいんだよな。あの絶望とともに散れっていうのを与えられるっていう。あ、そっか、こっち新幹線使えるんだと忘れてた。
なあと何本、どのくらい近いの、12、あと10マスか、あと10マスか、ここで俺が15マス進むことと、あと10マスであいつがなんとかするっていうのこと、どっちの方がいいのか、上の、あ、残念、そこほぼ俺の世界ですね。あ、もう戻った。まあでもね、13億の借金をゴリゴリに、つかまされたっていうところを考えると、じゃあ、1か2か出せなくさせましょう。ゼフ長、このカードを使うことをお勧めできませんよ。いや、あのね、このカードを使わないといけないくらいマジで暴走しまくってるやつがいるから、こいつはもうゼフ長にします。残念でした、また来てね。うるる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 る、私のターンは終了だ。さあお前さん頑張れ。さあ1と2しか出せない状況の中で、それでもカードを使うんだ。それでもカードを使うのね。そこまでし進みたいんだな。どうしても行きたいんだな。さあ頑張って。うわ、新幹線か。なんか間違えて俺ずっと ボタンを押してる。で、1。チュー?チュー?あ、そっか、これで着いたってこと。あ、しかも再開カード。めちゃくちゃいいじゃん。おめでとう。やったね。ということで、望みカード。よし、5つ。これで15。15? 13。あ、ギリ届かん。あ、ってことでこれやばいぞ。ギリギリたどり着けないか。どっち?茨城は右だな。あ、しかもマイナス。うわ、これでマイナスは。やっちまったー。何も見ないでマイナスを進んでってしまった。どうしようかな。雷起こし5000万。あ、ペプちゃん、ペプちゃん別にいられる。 15% でしょ。いいよ。あ、一軒売るだけでいいんだったらいいよ。しまったなー。でしかもこいつまたゴリ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 近づいてくるんだろう。ゼフ長1か2で、あー、普通のサイコロ使った。2。それでも、あー、なんだ、それでもなんかの粘り強くこっちに向かってくるのかなと思ったけど、まあ、所詮貧乏、じゃあ貧乏じゃねえよ。あ、ボンビー、お、やった、キング、でもな、コンテナイズでの進化だったらどうしてミニボンビーなんだよ。でな、チビボンビーでさ、ほんでこいつまたさ、よきざーまーみろ、ゼッツとともに散るがいいわ。キングボンビー、来月ジャマトシ導入、何、いや、来月なの、今月からやれって。え、はですよねー。俺がそうなると思って、なんでやねん、おかしいやろ今こう。うおー、いや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 、これであいつを守る義理はなくなった。ボコボコにする、もう確実にボコボコにする。私は飛ばされても戻ってくるよ、何度でもな。不思議みーいなり、間違えた。不死身不死鳥って言いたかったのに不死身いなりって言っちゃったんだもんね。うっそー、あらたちんこ、マジでもう本当にもみもみしてやる、あいつ。しかもほんともうつけられるじゃん、もうギリギリつけられるような、もうさ、お前土浦行けないかな、そこ行ったら。まあ土浦に行けるだけのサイコロの目が出せればいいかもしんないけどさ。さあ死してますが、死して屍残すマジ、頑張ってくれた前さん。さあ向かうのか、行かないよね、それ離れていくわいな。しかもちょっと待ってさ、え、あいつさ、すげえ嫌なところにいるんじゃない、望み周遊。さあこう、あ、しかもこれ、あ、これ一回やったらダメなのか。え、ちょっと待って、14、13、え、ちょっと、これゴールたどり着けるか。ゴールたどり着けない、ゴールにたどり着くことができない。どうしよう、どうしよう。絶賛もらいたくないんだけど。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。深谷は、あ、全然2ボートいらない。あ、でも1万しか金ないのか。今この状態で買うことがいかに愚かかっていうことが今分かった気がする。ということは、これ近づくだけ近づいて、1,2,3,4,5,6,7。あー、うわ、微妙なところだな。ってことは、東京とかの、あ、いや、こっち、カードでしょ。よし。おなら、よっしゃー、スカトールスペルで上のから飛ばしてやろうか。パッパカパッパパ。さあ、荒れてきたね。どうなるかな。陽気比がカード、ボンボンもらっているところで一体どうなるかっていうのが、もうめちゃくちゃ楽しみになってきたね。ってことは、しかも8枚持たされたってことで、カード全部捨ててるってことだからな。さあ、来年から陽気比がどんどんゴリゴリ押していくのが楽しみでございますね。全世界注目の結末。さあ、果たして一体どうなるか。一気に差がつきましたな、陽気比さん。あなたの創始さんを倍にしたところで私にかなうはずなのがないのさ。6年目の週に1回なんか一気にもう下がってる。まあなんかね、丸坊主カードとかという卑怯なカードをしたやつもいるからね。はい、ということで今回はね、以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。次回陽気比どうなるかお楽しみください。バイバーイ。